はい、それでは、えっと、帝国になりましたので、えっと、開始したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。始めてよろしいでしょうか。はい、始めましょう。はい、よろしくお願いします。まず画面を先に共有させていただきます。あ、失礼しましたちょっと待って。 はい。えっと、皆さんお忙しいところ、また、あの、寒波が到来したところして大変なところ、あの、お集まりいただきまして、ありがとうございました。第2回の気候変動予測影響評価ユーザーワークショップということで、えっと、文部科学省の気候変動予測先端研究プログラム領域課題3、4の を共催で開催いたしますと、2時間ほどの時間を予定しております。よろしくお願いいたします。私、あの本日司会を仰せつかっております。京都大学工学研究科のよろずと申します。よろしくお願いいたします。えっと皆さんも慣れておられると思います。けれども、えっと講演中はあの特に指示のない限りミュートビデオオフでお願いいたします。それからえっと進行予定としましては、左側あ書いてあります。通り。 ですまず趣旨説明いたしましてから、講演が6件、うん、予定しております。その後、総合討論とまとめという予定です。で、えー、簡単な連絡事項になりますが、えっと、講演の2から7までは録画いたしまして、えっと、後日公開する予定にしております。それから総合討論はブレイクアウトルームに分かれて実施します。 でその総合討論とまとめの時間に、えー、質問を受けするような時間を予定しておりますので、えー、っとご了承ください。それからあー参加者の,あその総合討論とまとめ等でも、あのー、有効になりますように、参加者のご表示を、えー、っとご自身のお名前とご所属のように認識できるような形式に変更をお願いいたします。 それでは早速ではありますが、あの最初お、趣旨説明から参りたいと思います。えー、っと、趣旨説明は、領域課題4の代表も務めておられます、京都大学の森先生にお願いしています。森先生、よろしくお願いします。はい、やろう先生、ありがとうございます。えー、っと、あの、皆さんあり、ご参加ありがとうございます。えー、っと、第2回ユーザーワークショップ始めたいと思います。第1回は、あの、半年ぐらい前に、 やりました主に気候シナリオをどう使うかというところであの研究にかなり寄ったあの話をしましたが第2回は、えっと、あの少し、えー、ターゲットを変えて技術的なことを議論あの紹介して議論のスタートにしたいというふうに思ってあの、えー、開催しました。であの趣旨は、まあ、あの事前にお送りしたとおりですけども。 えー、気候変動予測情報を使った、まあ、影響評価あ、適応策というのが、あかなりあの実務的に進みつつあるという現状がございます。で特に我々は、この文科省のプログラムで、風水害と水資源の将来変化を主にあの研究開発を進めていますが、これをどういうふうに技術評価まで持っていくかというところは、まあ、あの我々ではできないところですので。 今日お集まりいただいたような技術者の方にと議論して、あのいかにえ情報をつなげていくかというようなことを、えー、考えあの、の重要性を理解しております。えー、そこで、まああの今日は、まあ、あの気候変動予測情報を主に工学的にどう活用するかというところを、えー、これからあの何回かに分けて議論するために、まずあの、えー、立ち上げて開催したいというふうに思っております。であの えー、この狙いですけども、まあ、あの気候変動の予測情報をどう活用するかというのはさまざ、あ、まなあの範囲がありまして、非常に広いユーザーのーそのを持っているというふうに理解しています。で、まあ、仮には全部を一般ユーザーというふうにしますと、まあ、最も広いところをカバーするのは、国立環境圏の、えー、気候変動適応センター、CCCA、えー、および、まあ、彼らが持っている情報プラットフォームの A プラットというものが。 まあありますで、えー、さらにあの、ね、もう少し絞った、まあ、あの施策企業運営、えー、意思決定するところについては、えー、文科省、環境省、国交省、金融庁が持っている三官学連携ネットワークというのがありまして、まあ、あのここでカバーしているだろうと。で、我々はあのまはあ、こ,ここに、えー、あ,あまり明示されてこない、えー、コア技術者として、今日いらっしゃるような 建設コンサルタント、環境コンサルタント、保険会社、気候変動ををあの,の技術的なところに携わる皆様というのを、えー、ターゲットに意見交換をしたいというふうに、まあ、思っています。なので、あのまあ、分野はちょっと風水害、水資源にかあの限りますが、まあ、気候変動影響を評価、適応策の業務に関わっている。 もう関わってる人、まあ、これから手を出そうというような方を、といろいろ議論していきたいというふうに思って、このワークショップを開催しています。で、あの今回、ワークショップ大あの開催するにあたりまして、皆さんに事前にアンケートを取らせていただきました。これはどのような層の人が来るかっていうので、まあ、内容もある程度、あの、えー 動かそうということであの、アンケートを取らせていただきました。これがあの内訳でして、300名以上の方に登録いただいていますが、あの一番濃い緑色が建設コンサルタント、で、えー、濃い青がまあ観光庁、で、薄い緑がまあ研究者というところで、まあ、一般的なこういうあの、えー、あのユーザーと意見交換会の。 かなりあの民間の方が多いということで、まあ、あの我々があのあのぜひ議論したいという層をあの,の方に来ていただいているというふうに思っています。で、あの今日参加していただいている皆様の現状についても、事前アンケートを取らせていただきました。で、これがその結果で、ちょっと字は切れてますが、一番上がまあ研究ベースであのあの取り組んでいるというと方々が30%。 具体的に自社もしくは受注業務に携わっているという方が4割、でこれからまあ手をつけていくというところが、まあ、あの3割,4割弱というところで、まあ、大体3分の1ずつぐらいに研究ベース。 業務ベースで、これからという形になっていますので、まあ、あの大体あの想定していたような形になっているかなというふうに思います。で先ほど司会のよロズ先生がありましたが、えっと、今日、まあ、この技術あの、ユーザーワークショップとしては、先端のユーザーワークショップとしては2回目ですけども、この技術者向けとしては第1回目ですので、まずは、えっと 気候変動一般を中江川さんから、そしてその後、まあ各分野に主に分かれて、まあ、15分ずつぐらい、えー、どのような考え方で今進んでいるか、あ今まで進んできたかということを、まあ、あの立川先生、渡辺先生、私で紹介しまして、すで既にもう取り組まれている事例として、まああのえー、海岸系からはあの建設技術研究所の牛木さん。 であのえー、水門水資源系としてあの、東京海上 DR の篠原さんからあの、えー、意見を伺って、ええー、最後に、あ最後じゃないですね、その後あの、えー、河川、水資源、海岸、あと総合的な評価という4つのグループに、えー、それぞれ分かれていただいて、もう少し突っ込んだアンケートを、えー、答えていただいて、えー、それをもとに、まあ、一部はこの中で答えて。えー それ以外のところは、まあ、次回以降、ちゃんと反映していきたいなというふうに思っておりますの。大体開催の趣旨としては以上になります。それでは皆さん、あの2時間ほどよろしくお願いします。はい、森先生、どうもありがとうございました。えっと、それでは、えっと、時間もそんなにありませんので、早速、えっと、公演、1番目の公演に行きたいと思います。 一つ目の講演は、えっと、気象庁気象研究所の中江川様にお願いをしておりまして、えっと、気候変動予測情報のこれまで、あとそれからこれからというところでというテーマでお願いしております。 これでえっと見えていますでしょうか、えっと？今デスクトップの画面が見えています。これでいかがあはい、あのスライドになりました。はい、えでは始めたいと思います。はい、よろしくお願いしますえ。今ご紹介に預かりました。基礎研究所の中江川です。え、気候変動予測のこれまでとこれからということでえお話しさせていただきたいと思います。 まず最初に、えっと、日本の気候温暖化予測っていうのはいつ頃から始まったのかということをちょっと振り返りたいと思うんですが第1巻この情報を外に公表するという意味では1996年に最初に情報を提供いたしましたで、えっと、最初の3巻まで1990年代は全球モデルを使った予測の情報だけが 出ておりましたその後2000年代に入ってもう既に今から20年以上前なんですがそこから地域気候モデルということで日本の地域だけを詳細に予測したその結果が徐々に皆さんのところに公表されるようになりましたでも実際のところはこれは公表されているんですがデータを使いたいっていう要望はあまりなくてですね特にやはり 温暖化が顕著になってきたこの9巻あたりぐらいからが、えー、多,く多くなっていきます。で最新巻は今から2年ほど前に、えー、文科省と気象庁で公表された、えー、日本の気候変動2020という形で、えーえー、公表されているものが最新のものとなります。そこで、えー、国内の気候変動に関する動きを少し振り返りたいんですけれどもまず、えー、環境省の関係としては この気候変動適用法というのが成立しまして、これを機に一気に気候変動に対する関心が集まったと思います。で、でまた、文科省、省庁では気,気候変動に関する懇談会というものを設置しまして、ここで先ほど示しました、この日本の気候変動2020というものを公表しました。 また、今日ご紹介がありますが、国交省の方では、気候変動を踏まえたさまざまな検討会が催されています。で、ここで赤字に示しました、さまざまな報告書や検討会にですね、これまで文科省が進めてきた研究プロジェクトの成果プロダクトが使われているという状況になっております。 でえっと、ここまで非常に、えー、様々な、えー、省庁が実施している公式情報に貢献してきましたので、これらをまとめて、えー、より広く使っていただこうということで、えー、先月の22日に気候予測データセット2022とまとめまして、えー、DIAS というデータサーバーから皆さんに利用いただけるようになっております。 でで全部のデータセットは15種類ありまして、それの解説書と一緒にこのホームページからダウンロード、アクセスすることができるようになっています。でまた、実際に使ってみて分からないことや疑問点がある場合は、問い合わせもすることが可能になっています。でさて、このデータセット15種類あると言いましたが、 大きく3つに分けることができますで今日参加の皆さんはおそらくダウンスケーリングという言葉はご存知でいわゆる地域詳細化ですねこれのことはご存知かと思いますがまずその力学的にダウンスケーリングするというのは物理法則にのっとった式が数値シミュレーションの中で実施して地域詳細化を行うもので統計的なものというのは荒いモデルのアウトプットを観測データ その統計的な関係を用いて行うものですね。で、立、え、脚、ー、的ダウンスケーリングについては大気のデータと海洋のデータがこの気候予測データセット2022には含まれています。で、これからこの大気の方について詳しく説明させていただきたいと思います。で、えー、とまずなぜ立脚的ダウンスケーリングなのかというそのメリットなんですけれども、 これはまず物理法則に乗っ,って計算していると。で、おそらく現在成り立っている物理法則も将来にわたって成り立つであろうということが根本にあります。そして、これを使うことによって気象現象のプロセスをきちんとモデルの中で表現していまして、ダンスケージングすると空間解像度が上がりますので、地形の再現、 性も良くなってそれに伴う効果もよく表現できるとまた出てきたアウトプットですねいろんな変数が出てきますがその関係が守備一貫していますので何か大きなイベント大雨が起きた時のその要因を解明することができるといったメリットがありますさてどんなダウンスケーリングシステムを実際使っているかと言いますと 一昨年出た IPCC の第6次報告書ではなく、1つ世代前にの報告書で主に使われた CMIP5 とい、ね、う結合モデルの結果を使って,使っていますで。モデル自体は大気のモデル、大気部分だけのモデルを、気象圏で開発した大気の気候モデルを使って全球で、全世界を対象にまずダウンスケーリングします。 その際、えっと、海の部分は、えー、このモデルにはなくて、現在気候の再現には観測された海面水温をこの大気モデルに与える。で将来については観測された、えー、海面水温に、こ,のこちらの CMIP パイプの、えー、気候越合気候モデルで予測された 海面水温の消音量、その変化だけを観測値に載せるといったことで、将来の海面水温を作って、モデルで将来実験を行うそこからさらに日本域だけを対象として、さら円細かい5キロ、2キロといった詳細な利却的ダウンスケーリングを行っています。で、この大気だけの実験をするメリットとしては、まず観測 SST を使っているので、海面水温に誤差が含まれない。 でこの大気の再現性っていうのは非常に海面水温に敏感ですので海面水温に誤差がないっていうのは非常に大きなメリットになりまた海洋の計算をしなくていいので計算コストが少なくて済むということがありますまたこのデータセット2022ではほとんどの実験がタイムスライス実験と呼ばれていまして 現在から将来にかけて全ての時系列を計算するのではなく現在とターゲットとなる時間の期間だけを計算するということでこちらでも計算時間を、ね、短くするといったことを行っていますさてその15個大気だけでもこのようにたくさんあるんですがなぜこのようにたくさんな実験を我々が実施したかというのは1つは その将来起こる気候の変化の要因を解明するためです。で加えましてデータのさまざまなユーザーさんからの要望に応える形でい論のな実験を増やしてきました。例えば先ほど言ったタイムスライスですと途中がありませんが途中の繊維も非常に重要な分野もありますのでそのために150年の連続の実験なども実施しております。 で、えー、っと、えー、あの例えば天気予報にも不確実性はありますし、全く分野が違う円とドルの相場にも予測にも不確実性がつきます。で、とにかく将来の予測には不確実性というものがつくんですが、気候予測については、まあ、近未来でも30年程度、あるいはもう、 今世紀末の予測などをしますので不確実性っていうのは非常に大きいものがありますそこでこの予測を使うには不確実性がどの程度かっていうのは必ず知っておく必要がありますでこの気候予測には主に3つの不確実性の要素があると言われていますで1つ目が地球システムが本来的に持っているばらつきですね それは内部変動と呼ばれていまして、初期値を少しずらした実験を多数回行うことで、この内部変動を数量化すると、定量化する試みが行われていまして、これがターン,スブルターンサンブル高解像度、え皆さん、D4PDF という名前で皆さんご存知かと思いますが、このデータがこの内部変動を定量化している実験になります。 また、えっと、2つ目ですね、2つ目は将来どんな社会経済が実現され、どのように温室効果ガス濃度、放射強制力が変化するかといった不確実性、これは研究者らが、ね、いろんなシナリオを考えて、これを共有でこのシナリオ実験をしましょうということになって使われております。 でこれについては、その設定されたシナリオごとの実験を実施することで、このシナリオの不確実性を定量化するという試みを行っていまして、多くの実験でこの不確実性を定量化することをしております。また、最後はモデルの不完全性からくるぶらつきで、これは 最新のモデルをもってしても現在気候を完全に再現することはできないんですねでで。違うモデルを持ってきて将来予測をすると変数や地域によっては、えっと、符号変化する符号も違っていることがあります。そういった不確実性を、ね、定量化するためにこのデータセット2022では、えっと、石油の スキームがっていうのは世の中にたくさんありますのでそのうちの3つを使ってそのスキームによる違いまた将来の海面水温の変化パターンの違いを考慮してそれらを掛け合わせた形でモデルの不確実性を定量化していますまた台風に関しては名古屋大学が開発したモデルとの比較によってこのモデルの不確実性を定量化 定量化していいるととうことになりますさて実際、えっと、いくつもあるデータ実験がどのように使われているかということをここでお見せし,したいと思うんですがまず1つ目は全球2 0キロで非常に高解像度なあの全球モデルを使ってさらにそれを5キロ2キロとダウンスケーリングしたデータセットがあります。ここのののうちこの5キロのデータを使って、えー 書かれたのが先ほどご紹介しました日本の気候変動2020といったものになっています。でここではまあ年数降水量やこの5キロぐらいになると日降水量の大雨の再現性が良いのでここで書いたのは日降水量100ミリ以上の1地点あたりの発生回数が現在 2度上昇、4度上昇でどうなるかといったものをまで示すことができています。でもう一つはターンサンブル実験 D4PDF ですね。こちらでは全球モデルとこれは全球と領域の2つの実験があります多数両方ともやってますので全球モデルと領域モデルを組み合わせることによって全球モデルでは日本の九州地方で 大雨が降るということは分かったんですけれども、この領域モデルを使うことによって、九州の西部では増加するけれども、東部ではそれほど増加しないということまで明らかにすることができました。こういったモデルの性能などの評価で信頼性を得て、現在に至っては国交省さんの将来の治水計画の在り方で、このように北海道は1.15倍。 その他は将来1.1倍ぐらいに年最大高水量になるあ、ここで言いませんでしたが、2度上昇の世界ではそのようになると現在考えられて、このような元で将来の予測、治水計画に反映させることになっているかと思います。さて解説書なんですけれども 先ほど説明しました、不確実性を適切に理解して上えで利用していただきたい、あるいはそのデータセットの内容についてきちんと説明する必要があるということで、解説書というのを作成いたしました。で、ここで対象者としては、今日参加しておられるコンサルタントの方に使ってもらえるような内容にした。 作成方針なんですが、えー、次の目次を見ていただければいいかと思いますが第1章が予測に関する全般事項で2つ目がデータセットの解説書になっていますで、えー、まずは、えー、この1章を読んでいただいてあとはデータを使われるデータのところを第2章で読んでいただければいいのかなと思います全体では324ページまで非常に大ボリュームなので 全部を通読するのは難しいいかなと思いますで、えっと、データセット2022実はもう先月工業したにこれで終わりですというわけではなくてですねえ今後え現,あ現在この日本を全域を5キロで覆った実験をタスアンサンブルでやっておりますこれをや終了次第解析して 再現性などが確認できましたら2000データセット2022として公表したいと思っています。また、えっと、第1回の,このユーザーワークショップで、えー、意見をいろいろユーザーのニュースを,を,を調いただきましたのでそれに基づいてあのデータ提供システムの方でもデータの切り出しやファイル変換などのツールをまず提供しようと。そして初、えーまあ、めは研究からになりますけれども。 データをダウンロードして解析するのではなくて、Dias にログインして、そこで解析して結果だけを持ってくれる。で、ダウンロードの手間を省けるような環境を構築できないかといったことを研究として始めたいと考えております。さて、このデータセット2022なんですが、いつ、どのようにして使われるかといいますと、2025年頃の気候変動レポートや 提供評価報告書で使われる予定になっております。で、えー、とこの現在、今年度が始まった先端プログラムでは、この下記のこれまでの使っていたシステムと、この全球でのダウンスケーリングのところが違っていまして、海洋をつけた結合モデルで、え下は観測で拘束しながら、 観測値からあまり離れないような形で結合モデルを動かしてそこからダウンスケーリングするようなシステムを考えています。で現在開発中ですが来年度からは計算に移りたいと考えておりましてそこ,ここで計算された結果が2027年頃のデータセットとして公表され2030年頃の気候変動レポートや影響評価報告書で使われることが期待されています。 えっと、最後ですがあの、このデータセット2022が何をしてくれるか問うのではなくて、皆様がぜひデータセットに何ができるかを考えてもらいたいと考えています。それは、えっと我々データを作る側とユーザーが手を取り合って、この気候温暖化に対する適用策を前に進めるのには必要不可欠かと考えております。ご清聴ありがとうございました。 中江川さんはどうもありがとうございました。あの中江川様は領域課題3のサブ課題の代表もされていまして、このユーザーワークショップの1回目もあの企画されています。まあ、1回目の方はえと研究ベースではありますが、あのぜひご興味ありましたら、また次の3回目、多分企画されると思いますので、ご参加いただいて、えー、と一緒にどのようにしていけばよいかというのをあのお考えいただければと思います。 あの通常ですとあの、ここで質問という話になるんですが、あの質問の時間は最後にまとめてということにしてございますので、えっと、次のご講演に移りたいと思います。中井川さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。えっと、次の講演は、えっと、治水計画に対する気候変動影響の考え方というテーマで、えっと、京都大学の立川先生にお願いしております、はい、画面見えております。 はいあのよろさんどうもありがとうございますはいよろしくお願いします最後のですね少しより具体的なものにするために洪、えー、水予測における気候変動シナリオデータの利用についてということであのこれまでの経験も含めて、えー、15分程度あの話題提供させていただきますよろしくお願いしますまず、えー、あの私もあの長谷川長川さんと同じように簡単にこのこれまでの経緯を振り返りたいと思います。 これまで文部科学省が予算措置をした日本の気候変動予測研究、この5つの大きなプログラムがあります。あの防災研究所の長木田先生をリーダーとして、防災研京都大学の防災研究所のグループが中心となって、この日本の気候変動予測研究にのグループのの一員として、えー、活動し始めたのがこの革新プログラムからになります。 今、森先生が代表しておられる先端プログラムの前に3つ世代、3つプログラムがあって、でその前に1つあってで、全部でこれまで20年にわたってこういったことをやってきているということです。で、その中でキーワードをちょっと拾ってみますと、この5年間ごとの経緯が非常によく分かるように思います。まず一番最初の強制プロ,強強制プログラム。 このキーワーワドのところであのとでその革新プログラムになると、えー、社会の必要性に応える気候変動,変動予測の試みだんだんと予測情報リスク情報の創出対応利活用ということでこのキーワードを見ていても、えー、だんだんと本当に利用できるように。 研究が進んで、それで実装に向かっているような、このように進んできているということが非常によく分かると思います。私が、私といいましょうか、長田先生、あれ森先生と一緒に、あの工学研究家の中でこのプログラムに参加したのがこの革新プログラムだったんですが、この時どういうことをやっていたか、まず簡単に振り返りたいと思います。あのこの時も 我々としましてはこの GCM 出力を用いた河川流量の極地の変化、これが将来大きさとか頻度とか強度がどう変化するのかということをやってみようといったことの最初の試みでした。まあ、この時は今もアンサンブルメンバー、多数のアンサンブルメンバーを用いて、 えー、不確実性を含めて予測するということが、まあ、今、そういうことができるようになっているわけですけど、この時きは、まあ、とてもそんなことはできなくって、まあ、まず1つの GCM シミュレーションを用いたということですが、この時それ以上にもっと最初に議論したことは、もっともっとそう,そうじゃない、もっとあの根本的なところでこの気象研究、気候研究をされている方とあのこの水門、あるいは河川をやっている人たちとの議論がずいぶん足りました。一番最初にあの私どもが利用させていただいたただデータは この20キロ全球20キロのモデルで,で、現在気候実験、近未来21世紀、ということで、それぞれ25年のシミュレーションの,あの1つの計算結果を使わせていただきました。この時に、まず随分とやり取りした最初はです、ね、時間、空間分解能、それから時間分解能はどれぐらいの情報が必要ですかといったところからスタートしたと記憶しています。 空間分解度につきましては、この20キロの全球モデルというのが、これでまあ動いていたわけですが、じゃあ、この20キロのデータを用いて、えー、例えば線の方を流出予測をしたときに、ピークレベルが本当に出てくるんだろうかということを、ちょうどこの時並行して、例えば佐山さん、あるいは高橋先生と一緒にやってたことがあります、少し昔の研究を少しあの、えー、図だけ紹介しますと、横軸に流域面積をとっていて、 あるいは、これはあのレーダー雨量をもとにしているんですけどそのレーダー雨量を平均化した情報を、高シミュレーション、高流出モデルに入力して、これはあの C バンドの国交省のレーダーデータを使ってやりましたので、確かの時は1.5キロ分解能で、時間空間分解能5分だったと思いますが、これはあの1時間分解能にして、高情報を例えば10キロ。 20キロ、30キロ、あるいは100キロというふうにどんどん荒くしていったときに、一番元のシミュレーション結果と、このようにこうあのレーダー雨量、雨量を平均化したとき、ピーク流量の差としてどれぐらい出るんだろうかといったことをまあ見たものです。これ、複数の淀川,川の中のサブ流域いくつかのところであの実際に見てみたものなんですが、まあ、これを見ると、えっ、ー、と。そう 20キロってことは大体いい400平方キロぐらい、横をログスケールで取ってますので、400平方キロって大体この辺りだと思います。そうすると、この崩落するような形で、大体この辺り見ると、大体ピークリードとして1%減ぐらい、えー、これぐらいやっぱり差としては出てくる。 ただ、あのまあ、10%減ぐらい過小評価する可能性はあるんだけど、全く使えない分解能ではないということで、まあ、少なくともやっぱり我が国の一級水系を対象とする洪水予測、特にピーク流量を計算するという上では、20キロ分解能がやっぱり必須であろうということが、この時並行してやっていました。それれから時間,時間分解能の方ですけどこれは横軸に 時間を取っていて、縦軸に計算流量を取っていて、これは平型地点、あるシミュレーションモデルを用いた場合の、平型地点でのシミュレーションモデルで、入力の時間分解能を変えた場合、どのような違いがあるかということを見たものですけど、この赤い線は日ですね、日単位の雨量を入力した場合、それからそれ以外のものは時間単位を入力したものということで、 えーまあ、少なくともやっぱり時間分解能のデータがないと洪、えー、水のピーク流量を再現するということが困難で、まあ、この辺りの時間分解能とか空間分解能っていうのはあの河川とか水門をやってる人たちにとってはこれはもう、まあ、この辺りの時間時空間分解能はあの常識というか、まあ、普通皆さんが持っておられる感覚だと思うんですけど必ずしもそれはあの気候あるいは気象をやっておられる方々の常識ではないのでこの辺りをあのどういうふうに ご理解いただいて、こういった空間分解のデータを出してくださいということを、あの随分とあの最初にやり取りをした記憶があります。これはもちろん計算、シミュレーションモデル上で、時空化分解にはもちろん細かい分解の,のデータはもちろんこの気候モデルで出力がされてるんですけど、全部それを保存して、でえー、公開できることに公開するようにするというのは、これはこれで非常に大変なことになりますので。 あのどのあたりがまあ一番有効な時空間分解能であるかということをあの理屈を持ってちゃんと決めるということを随分やっ,てやっていた記憶があります。で、この時にですね、まあ、どんな結果が出たかっていう一例ですけど、これはあの水田さんがあの計算してくださった、今の先ほどのこ,のこれですね、こ,のこういう2 0キロ分解能の元を用いて、まあ、できることはできるっていうのは、一つのまあシングルランですけど、えー 21世紀末の100年確率の年最大流量が過去実験と比べてどれぐらい増加するのか、可能性があるのか、赤いところが1.4倍ぐらい、流量として1.4倍ぐらい、から青いところは逆に減るところで、これはあの減るというのは融雪が卓越するところですから、融、まあ、雪がなくなって、むしろピーク量が減るというようなところですけど、増えるところは1.2倍から1.4倍ぐらいですから、まあ、今、 最新の情報でやられている値とそうおかしくない値が出てくるわけですが、またさすがにこれはシングルランですので、不確実性が全然入ってないので、どれぐらい確からしいかが分からない。まあ、右の方は同じく、ル、えールの少ない方ですね、10年の,あの10年確率の渇水ルールがどんな変化があるかというようなことを、まあ、一応シングルランでもできることはできる、あの定常の水温頻度解析を用いてやればできるんですけど、やっぱりあの不確実性が分からないということでした。でこの時に あのこの準備するときに過去の資料をちょっと当たってたんですけど、成田先生がこの平成20年ですから、今からもう20、15年ぐらい前になりますかね、この,このシングルランでこ計算してたときに、ずいぶんとその気,候の気,象気象研究所の皆さんとあのやり取りしたときの、あ,のあるこの研究会での資料なんですけど、この適用策を意識した災害,災害環境影響評価、これをベースにした GCM、GC RCM、ラン計画へのお願いということで、えー、こういうことをぜひやってほしいということを、長桁教授が、気象研であの、その時、紀藤さんにはあのお願いしたことですけど、極端現象の確率分布算定を目指すなら、GCM20 による各25年時系列の出力ランの本数、えー、このアンサンブルランをお願いする必要がある、えー。1、2本ランが増えたとしても、極端現象の確率分布に達する保証がない、まあ。これはまさしく シングルランでは計算ができたといって、それが本当に確率分布として、えー、今と将来とで、えー、年最大の、例えば年最大、多分百100年確率流量とかですね、あるいは年最大のピーク流量の確率分布が、その裾の方が違ったう形で評価できるかどうかっていうと、まあ、やっぱりたくさん出ていかないとできないということを、まあ、当初、かなり前からこうあのお願いをしていたと。まあ、下の方はですね、これはあの、えっ、ー、と、 これ最悪シナリオを計算する場合で、これはあの京都大学の防災研究所の,あの竹見先生らがやってくださったことにつながるんですけど、例えば過去の顕著台風をシミュレーションモデルで再現して、でその環境場として、えー、例えば2度上昇、4度上昇した、そういう場を作ってで、じゃあ伊勢湾台風が2度上昇、あるいは4度上昇をきたときにどんなふうになりますかといったことも大事ですよということで、あそれはあの別に別のか別、もう別のアプローチで。えー えー、こういうアプローチも大事だということをお願いして、まあ、こういったことがあそのだいぶ前からあやり取りをしていました、まあ、こういうことができるとより、えー、適切に評価できますよ、まあ、これが本当に今に至っていることになっていると思いますそれでその後、まあ創生プログラムの終わり頃それからあの本格的に利用したのはこの統合プログラムの前半 だと思いますけど、この D4PDF という、まあ、素晴らしい情報が登場しました。多数のアンサンブル GCM シミュレーション、GCM のシナリオシミュレーションデータを用いて、まあ、河川流量の変化の分析をするということがまあできるようになったわけです。まあ、この D4PDF についてはもう改めて説明する必要がないと思いますが、もう簡単に私どもがやったことをご紹介しますと、最初、こやまあ、日本の三大都市圏の流域に着目して、ま,あ、まず、 えー、年最大24時間雨量をあの拾ってきまして、分析してみました。これ、これ確率プロットで、横軸に年最大24時間雨量、それから縦軸に非直確率をとっています。これ、荒川流域、庄内川流域、淀川流域です。青い線が過去実験のものです。これはの3000年分のもので、それで3000年分の,その年最大雨量を D4PDF からあの抽出してくる。それから えっとワイブルプロットで、えー、非直確率をまあ計算して、そ、ま、れ、あ、をまあプロットしたものです。で赤いものが、これは SST ごとに同じく、えー、900年分のデータをまあプロットしたもので、まあ、かなり、あのー、青と赤を比べると、赤い方がすべての流域で右に来ると。それでこの時にやっぱりすごく驚いたのが、黒点がこれはあの観測値からあ同じことをやって、えー、このグラフにプロットしたものです。 あの非常にあのこの青の過去実験と黒いプロットが非常によい対応を示していてこれにまず非常に驚きましたこんなに極地の再現ができるものなのかあの何らかのバイアス補正を当然あの施さないといけないと思っていたんですがこの荒川流域庄内川流域淀川流域ではあの この黒い黒丸の,その,確率あの頻度分布と青で取ったものの頻度分布とこの2つの分布があの、えー、異なる同じ分布と見なしてよいかというようなまあ検定をすると、あのー、それが違うものとは違うものとは見なせないというような結果になるのであのこれについてはかなりやっぱりあの結果としては良いので、まあ、この時は このバイアス補正を使わずに使いませんでした。最初使いませんでした。まあ、それからこういう高水データを高流出モデルに入れて流量としてあの評価するとまあどうなったかっていうと、まあ、あの今、例えば国土交通省の方でお,あのお求めになっているものとそう違わない値で流量としては1.5倍から1.7倍とかですね。それからこの再現期間が900年の 過去実験、現在のもの、それよりも4度上昇した時の再延期が200年のピーク以上の方が大きくなるというような結果が得られました。まあ、この後あ、そうですねで、今のことをまとめて、あのこの時河風流量予測計算するにあたって留意したことをちょっとまとめてみたものです。まず入力データの分解能としては、まあ、20キロ1時間、まあ、これが まあこれを用いたんですが、これはまあやっぱり予測計算を実施する上でも、最低でもこれだけの顧問分解が必要になるだろうと。この時も5キロ程度の空間解像度を有するデータがあるといいなと思っていました。それから、このシナリオデータの特性、これ、特にバイアスについてですけど、観測データと D4PDF の過去実験から得られる局地降水量が同じ確率分布に従うと見なしてよいかといった統計的仮説検定を。 実施しましまたそうしますと、検定の結果、この三流域では、過、え、去、ー、実験の極地構成の再現性があると考えて、バイアス補正を施すということはしませんでした。しかし、この後、えー、京都大学工学研究科の田中智弘さんが、この同じようなことを全国の百級推計に展開してくれたんですが、この時はやはりバイアス補正が必須という結果になりました。それからこの、えーっと 将来データを作る上での海水温度ごとに異なるデータが提供されるんですが、異なる海水温度の設定から得られた4度上昇実験の局地降水量が同じ確率分布に従うと見なしてよいかということを確認をいたしましたが、検定の結果、同じ分布とは見なすことができないということで、それぞれ分けて分析結果を示すということにしました。こここれれが赤いとととろですね、これをひとまとめににせずに違う… データのまとまりとしして分析したというですそれから、まあ、ダウンスケーリングですが、この D4PDF、今提供されているものは、この D4PDF の,の領域実験の20キロダウンスケーリングデータは1年ごとに実施されていて、9月1日から始まります。そうすると、8月31日と9月1日の計算結果は、これは連続して計算されたダウンスケーリング計算ではないので、年最大24時間雨量を、 ずっとこのサーチしたときに、8月31日と9月1日をまたぐ場合は、これはあの我々が計算したときは対象から外しました。それからあ年流量の年最大値をもあのまとめるときに、年ごとに24時間の年降水量の1位から3位を抽出して、でその24時間降水量の開始の3日前から7日,前7日後まで、あの10日間を1つの降水イベントとして、 1>, 1位、2位、3位の高流出計算を実施しましたで。その中で、この3つの中の最大値を年最大流量としました。まあ、これは、降水の時空間分布によっては、年最大24時間雨量を含む降水事象で、えー、年最大時間雨量が発生するとはまあ限らないということです。まあ、実際ですね、あのそれを逆転するということは確認したんですけど、えー、非常に数は少なかったです。ただ、あ,ありました。ありましたたけれども非常に少なかかったですそれから 流量の初期値、これはあの将来の,そのシナリオを計算するときは、その初期値をどうするかということは困りますので、あの我々はどうやったかというと、流出計算の初期条件は、観測データから得たその対象地点の,あの平成流量の,あの平均値を初期流量として与えました。あとですね、まあ、これはまああの計算結果ですで。あと、与野先生、あと2、3分いいですか、もう終わらない時間。 あ、いや、どうぞ。はい。すいません。もうすぐ終わります。あとですね、この国土交通省の方でも、その後、あの、こういった、あの、全国をまとめたデータをやっておられます。あの、ここでやった計算っていうのは、基本的には降水量を、バイアス補正して、で、そのバイアス補正した降水量を高流出モデルに入力して、で、その上で流量がどう変わるかということを、まあ、素直に、ま、やってたものですけど。 国土交通省の方では、またしっかりと、ね、現在のこれまでやってきたことにを踏まえて、降水量の変化倍率を全国的に計算するということをやっておられて、これはこれで非常に統一的な方法です。ですので、この時きの計算条件というのも非常にマニュアルに詳細に示されていて、この基本方針、将来予測計算から得られた計算値は、現況の再現性に課題があるから、 そのまま全国レベルでの治水計画の概力とするには、ちょっとまだまだ問題があるだろう。なので、データを用いて、降水データを用いて、そのシナリオデータから変化倍率を出すという方法を取っておられて、これはこれで非常に統一した方法であり、また、この計算結果としてはです、ね、この素直にやってきた方法と、その国土交通省でこういうふうにやられた値の結果というのは、非常に整合性がある。 というふうに思いますので、こういう方法も非常にある、これまでの経験これまでの実績をもとに、こう変化量、考慮変化倍率を考えるというのは非常に合理的な方法であると思います。で、この時も非常にしっかりとやられていて、空間解像度5キロのデータ必須であると。で、この D4PDF を用いた5キロのダウンスケールデータというのは、まあ、作成をされているんですけど、統一して同じ えー、枠組みの中で全国を統一,統一的に計算したデータというのは、ま,あ、まだこの,この時きはなくって、まあ、北海道では北海道大学の山田先生たち、でそれ以外のところはこの CCAT でなされた5キロがあって、でそれぞれあのアンサンブル数も、それからデータを計算する期間もあの少しずれていたと思います。あのこれが今、先ほど中井川さんからありましたけど、非常にあの統一した5キロデータがまあ今後作られるということで、 あのそれを用いて、えー、計算をして、えー、ここで得られた結果が大丈夫かということを見るということも、まあ、大丈夫だろうだだ、非常に重要なことだと思います。まあ、いずれにせよ、この国土交通省でされたことは、えー、データは最新のもの、それから、えー、適用範囲についてもしっかりと議論されていて、まあ、これあの、こういうことでなされているということがあ、まあ、よくしっかりとされた方法だなと思いました。 まず、今後の展開、少しまあ、書いてみましたが、もうちょっと時間のようですので。あの、まあ、あの、お時間ありましたら、あのお読みください。ちょっと時間超過したようで、あの、失礼しました。どうもありがとうございました。勝川先生、どうもありがとうございました。しばらく、これ、あの、お示しいただいたままで、えっと、あの、なかなか、えっと、は。 通常の発表とかですね、論文とかを拝見していてもあの、聞くことのできない、知ることのできないような細かなところもあのご説明いただきまして、今回の,あのワークショップの趣旨に、まあ、合うような内容をご発表いただけたかなと思います。立川先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。えっと、それでは、えっと、続きまして、えっと、森先生にお願いをして、えっと、 講演としては海岸保全計画に対する気候変動影響の考え方のテーマでえっとお願いをしております森先生よろしくお願いしますはいよろ先生ありがとうございますえっと私は今度海岸保全の方について最近、はい、まああの思ってることあまりあの論文とかで出すあのあ出てこないような話をしたいと思います今あの立川先生のお話を 改めて聞きますと、やっぱり河川、特に河川の計画はものすごいあの進んでまして、まあ海、海岸保全計画に対するあの気候変動の影響というのは、まああの、今からというような状況ですので、まあ、その立ち位置がだいぶ違うということを再認識しました。でえっと、今日ちょっと限られた時間で、ほんの触りだけですが、3つのトピックについて紹介したいと思います。一つは えとあのまあ、海岸に関工学系の人はあまりあのもうあのご存知だと思いますが、それ以外の方に海岸保全計画の現状と、まあ、あのそれに対してどういうふうに気候変動の影響を、えー、考慮していく可能性があるのかというところ、で3番目に技術的なポイントと課題、まあ、課題ばっかりですけどもあの、そこを紹介したいと思います。なので、あのえー、と研究成果をあの紹介するというよりは、まあ、今置かれている、えー これからやるべきことをちょっとまとめたということになります。なので、あの、立川先生の発表と、えー、コンセプトは似てるんですけど、アプローチが真逆でして、あの技術的な細かいところは次回以降というところで、今回はコンセプトの方を重視したいと思います。 でさまず第1番目が海岸保全計画ですけども、えー、とこれが以前の海岸保全計画の抜粋になります。で、2.3、2節っていうところに、まあ、海岸防御、侵食、高潮、津波の3つから守るというところ。で、2.3のところに計画潮位ですね。あのえーまあ、主にあのたあの高潮、波浪を抜いた成分ですが、気、ま、温、あの最高潮位、もしくは、 えー、推算された最大潮位偏差と満潮位を足したものの、うんまあ、いずれかの、まあ、リーズナブルなものを選びなさいというふうに書かれています。2.3節のところでは「h e になっていまして、えーまあ、基本的には観測長期間の観測データに基づいたもので設定してくださいと。でもし観測データが十分じゃない時にはあの モデルの結果を使っていいで、すすよというふうふにはなっておりますでここには書いてありませんが、まあ一般的なあの漁港以外ではだいたい再現期間50年の波の高さが、まあ、あの設計に用いられるということが多いです。ちょっとこの辺が河川よりはみじ、波浪の,の設計条件はあのもう少し短くて、高潮の方は、企業最大主義というのをまだ使っているというのが以前の,あの。 絵にするとまあこういう形でして、えっと、天文潮位があ平均海面があって、天文潮位が黄色、で高潮偏差があって、まあ、ここまでが設計の計画、高潮位で、でさらに波浪による打ち上げ高というのがあって、まあ、これであの色保全計画の構造物の高さが決まるというものになります。 であとこれに対,応し対して海岸あ気候変動の影響を入れるとどうなるかというところで、えー、直接影響するのは、まあ、主に大気とか特に海水温が上がっていくというものですが、まあ、結果として台風や低気圧が日本周りで変化するとで主に、まあ、海水温上昇は海面上昇に効いて、まあ、あの満潮位の高さを上げますし えー、気象場の変化というのは極端気象の変化として高潮やまあ波に影響を与えるというところで、まあ、主にこの平均海面、高潮、波浪という3つのファクターにどういうふうに気候変動が影響するかというのを考えることが、まあ、あの海岸保全計画の,あの,防あの防災の方には重要になるということになります。でえーと例は 2年度の6月2年半ほど前に国交省農水省の中で気候変動を踏まえた海岸保全の在り方という委員会の提言がまとめられたのがこのごちゃっとした左側のものになります。で、あの、バス、まあ、要約するとこの右の文章のようになりますが、まあ、現状、 とあ特に予測、これからの予測で必要なのは海面水位、台風、高潮等が重要ですよということがまあ書かれております。で対策、対応としては、まあ、施設の対応年数に合った将来変化を,を加えることが重要ですと、2100年まで使うなら2100年の予測、2050年までだったら2050年までの予測を加えることが望ましいというふうに書いてあります。 でそのために将来の高潮、ハローを適切に推算、えー、してくださいとで、ちょっと今日は話しませんが、砂浜についてもあの浸食の予測を実施すべきであるというようなことが取りまとめられています。で長期展望としては、気候変動予測、影響、適用のサイクルをあの確立して、これを回すことが大事だということがあの、令和2年度の提言にまとめられています。 これを踏まえて、海岸気保全機構方針の改定が、えー、同じく令和2年の11月に行われました。でここではあの、えー、先ほどまでありましたように、えー、記録やだけではなくて、将来予測に基づき、適切に推算した、まあ、あの高潮や波浪の影響を加えることと、加えていいということが書いてあります。で えっと、赤いところがまあ重要なところですが、一番左下のところには、き、えー、っとこうです、ね、将来の予測に基づき対策を実施すると。であとは予測を重視した、あの砂浜については予測を重視した。 えー、順応的、えー、砂浜管理を行うというようなことが書いてあります。まあ、あと青いところは、まあ、モニタリングが重要ですとかいうことも、まあ、書かれているということで、まあ、あのこれまで、えー、よりの,気候あの海岸保全基本方針よりも、まあ、さらに踏み込んで特に気候変動の影響を、えー、ちゃんと入れましょうということが明示されたというのが大きな改定のポイントになっています。 でこういうあの海岸保全計画の改定に対,する対してどういうふうに気候変動の影響を入れていくかというところが、まあ、あの今、置かれている技術的な課題かというふうに思います。でえっと、先ほど立川先生の,あの、えー、包括的なここ20年の動きにありましたように、まあ、あの20年、15年前までは、まあ、なかなかそのエンジニアリングで使えるようなあの気候変動予測というのは存在しませんでした。 1>, 1メッシュ100キロとか200キロの予測が多かったというところでそれが一気にここ10年で進んで高解像度化したというところしかもアンサンブル数が増えていろんな不確実性が評価できるようになったというところでさまざまな影響評価が行われて海岸保全計画にも使えるようなデータというのがになってきたというのがあると思います。 1あの一つは海面,海面上昇の場合ですと、これ IPCC のレポートの結果ですが、シナリオごとにかなり詳細に、えーまあ、10年ごとぐらいの変化というのを予測があり、まあ、しかもこれが、えーとまあ、100キロぐらいのスケールですけども、地域ごとのデータとしてまあ提供されているとで。さらにこの線が平均シナリオあ、シナリオごとの平均値ですが、それぞれのパッチにあるように、シナリオごとの まああの5から95%信頼区間のようなものが示されていて、えー、あの不確実性も評価できるようになっているということになります。まあとで出てきますけど、一方でえっと、例えば2100年の予測をしたい場合に、まあ、シナリオが何本もありますので、まあ、どういうシナリオを使うのかで、このシナリオごとの幅をどう考慮するのかっていうのが、まあ、新しく出てきた課題というふうになっています。 であと日本の場合、特に太平洋側、台風が重要ですが、えっと、D4PDF 等の結果を見ると、えー、これまでああの、まあ、減るとか強くなるとかいうあの、定性的な評価だったのが、まあ、あの4度 C にかこの場合、限ってますが、何パーセント個数が減るとかですね、何ヘクトパスカルの台風がの確率が何パーセント変化するっていう、量的な値にまで踏み込めるようになったというのが、まあ、ここ5年の大きな進歩だと。 いいうふうふに思っていますでもうあと一例示しますが、高潮の場合は、まあ、いろんなあの不確実性があってむ、あとで出てきますが、難しい、将来変化を捉えるのは難しいですが、えー、と道具学会の海岸系のところに投稿されている、まあ、30十篇ほどの論文を、えー、これまとめたものですが、えー、各三大湾において、まあ、あの3から10編弱の論文というのが出ていて、えー、どういう論文をよあの 読んでもです、ね、あの現在が青で将来が赤ですけどもあの、えー、将来の最大の高取水は上がるというような研究がま,あまとまってきていて、えー、まああの知見は溜まってきているというのがまあ現,状かの現状だと思います。で、えー、3番目の話題ですけどもじゃあ技術的にあの、えー、今あるような予測データ等を使ってどういうふうに将来変化を 決めててていいいいいってそれをを、えー、設計にかかししくかというととうころを最後紹介したいと思います、まあ、ポイントはあの2つ大きく分けると2つあるかなと思います。1つは観測データ中心からモデル出力で、まあ、移っていくというのが1つ。もう1つは、まあ、これまであまりあの工学、特に海岸工学では考えられてこなかった気候学的知見をどういうふうに入れていくかと。 いいうとところがあると思います気候学的知見は何かっていうとシナリオのチョイス予測の不確実性トレンド将来変化のトレンドあと自然変動ですねが主なあのポイントかなというふうに思っていますでえっ、ー、とまああの先ほど中江賀さんから紹介ありましたけれども今非常に多くの気候変動予測データというのは存在すると主なものだけでもまあ左にありますし でそれぞれまあメリット、デメリットがありまして、まあ、どうチョイス、何のために何を使うかっていうのが、まあ、そもそも一つの,あの、まあ、ブラックボックスというか、よくわからない多分状況になってますので、まあ、そこをどう整理するかっていうのも重要かなと思います。で、気候変動予測データシリーズを使うと、いくつかあああ新しく可能になることも出てまいりました、例えば海面上昇だとシナリオごとの予測っていうのがよ最近できるようになりましたし、 まあ先ほど言いましたけども予測幅っていうのも評価できると。で日本周辺の制度だとちょっとあの今まだそこまで正確ではないですが、まあ、前よりはだいぶ良くなってますしデータも公開されているというような状況かと思います。高潮とハローはまあ大体似てますがシナリオごとの評価をしようと思うとちょっとまだ、まあ、4度 c はあるけど2度 c はないとかそういう状況かなと思います。でシナリオ限れば確率評価ができるようになってきていると。 一方で最大クラス L2 はどうかって言われると、ちょっとあの力学的にはまだ難しいところがありますし、データは一部公開されていますが、ほとんどあまり公開されていないということで、皆さんが作っていく必要があるというのが現状かと思います。でまあ、残りの数分あの、この3つの,ポポあのパートについて、ちょっと今置かれている現状を私なりにまとめたものを紹介して終わりたいと思います。 で海面上昇については、ね、あの,他の量と違って、あの今日も明日たも、まあ、年単位であの変化するものなので、恒常的な量というのが、まあ、ポイントでかなと思います。つまり、まあ、あの予測のがあの当たった場合というか、まあ、あの何かにの推移が実現した場合、それはずっと続くということで。 まあ、あの大体10センチ単位の議論だと思いますが、あのちあの予測した結果と外すとです、ね、そういうあの10センチ、20センチの差が、まあ、10年ぐらい続いてしまうというところで、結構あのあの慎重にチョイスする、将来をチョイスする必要があるというふうに思っています。で、まあ、どうチョイス、慎重にするかというのは、やっぱりこの予測不確実性ですね、シナリオ、モデル間の不確実性はどう。 というふうに考えて安全面に取るのか平均的にいくのかとかそういうチョイスがあるかなと思います。で、実際のところを施設設計まで落とそうと思うと、えー、と2つ不確実、さらに必要な議論があるかと思います。1つは内部変動ですね。エルニーニョ的な変動で10センチ、プラマイ10センチは結構変わりますし、もう1つは地盤変動ですね。あのえーとえー、テクトニクスによって、 えー、開口軸上の地盤高というのはかなりあの変化しますので、えー、ローカルな地盤高の影響をちゃんと入れないと、まあ、海面上昇の影響を過小、もしくは過大に評価する場合があるというところで、えー、この地盤高の変化というのをどういうふうにあのちゃんとデータを取るかというのも重要かと思います。あと、高潮につきましても、いくつかまとめてみました。高潮の場合はあの、えー、非常にごく低頻度でで局所的ワンスケールで まあ何十年に1回しか大きなイベントは起きないというポイントがあります。でまあ、左は理想的な、まあ、例で、シナリオごとに将来変化が何センチというのがあれば、まあ、使いやすいわけですけども、なかなかこういうデータは今存在しないということになります。あ全国的にはですね。なので、まあ、実際のところ、スタートからいくと、台風や低気圧が将来どう変化するかというのをまず評価しないといけないと。でこれまでは高潮は最大クラスですね。気最大…あ 最大クラスででもないですね、気用最大だったのが、まあ、これからはちゃんと確率評価して、最大クラスも捉えるというようなことが必要な技術的な流れになるだろうというふうに思っています。で、まあ、この上2つを考える上えで、まあ、気象・気候情報をどのレベルで取り入れるかというのが、まあ、結構、チョイスがいっぱいありまして、えー、難しいというふうに思っています。これについては次のスライドでもうちょっと詳ししく説明します。 でさらには設計上、あのポイントなのは、現行の基準と整合しないとまずいので、まあ、気候変化を入れながら、現行の基準と整合を取るという、この2つが組み合わさると、意外にかなりややこしい話になってくると、で技術的課題は、この青い丸と一緒ですけれども、複数手法を取り入れて評価しないといけないというガイドラインがありますので、まあ、こういうのをどうするかというところ。 であとはあの今の高潮の評価では、まあ、関数表示された台風を使ってますが、まあ、これの使,う使っていくことに限界がありますので、まあ、そろそろここから脱却すべきだというふうには思っていますでちょっと時間オーバーしてきましたが高潮評価の選択についてはです、ねまああのえー、評価項目としてはいくつかあると思いまして過去と整合する評価最大クラスを捉えられるか確率評価ができるか で力学的、工学的に整合した予測になっているかで、将来変化がちゃんと捉えられるかという、まあ、あの5つぐらいの評価項目を、まあ、私は勝手に考えたんですけども、まあ、それに対していくつか、あいろの5種類ぐらいの、まあ、アプローチですねあの、過去の台風に基づいたシナリオ型、もしくは可能最大、で確率評価、GCM を直接使うとか、まあ、いろんな手法が考えられます。 で左の評価項目について、あの手法ごとに、まあ、あのパフォーマンスを、まあ、私が主観的にまとめると、赤はまあすごいいいんですけど、黒はまあこのある手法ではできませんよというような感じで、まあ、見ていただくと分かるりまり、まあ、A から E の項目を全部満たすような手法はなくて、いくつかが合わせていかないと、まあ、高潮の将来変化というのが、まあ、あの捉えられないということになります。 でまあ、あのハローについても大体一緒ですが、ちょっと時間が限られているので飛ばしますけれども、ハローについては、一つ重要なのは、まあ、高潮とハロー別々に評価してますけれどもあの、これは、えー、今後はセットで評価すべきだというふうに、同時に起きますので、セットで評価すべきだというふうには思っています。 であの海岸保全についての,、まああのちょっとここまでのまとめですけれども、まあ、これまでは観測データベース機を最大でやってきたのを、まあ、これからはまあ観測データに加えて気候予測データを使うこと、で気候予測データを使う上で重要になるのは、シナリオ不確実性、予測不確実性というのをどう捉えるか、で気候変動はあの10年単位で変わっていくので、そういう時間スケールをどう捉えるかというのが、まあ、あの考え方を変えないといけない一つのポイントかなと思います。 技術的なアプローチで重要な課題としてはいくつか5つ6つ挙げています一つはあの先ほど立川先生の話では河川の特に降雨量は変化倍率で言っていましたが、まあ、将来変化の評価が本当に倍率でいいのか物理量何メートルっていう物理量で評価した方がいいのかっていうのは大きなチョイスかなと思います で一つのアプローチでは、不確実性等を全部捉えきれないので、複数のアプローチがいりますが、どういう組み合わせでどう評価するのかっていうのがまだはっきりしないと。で、高所についてはこれまで起用最大でしたが、確率評価は進めるべきだというふうには思っています。で、全国的なデータベースないので、まあ、これをどうするか、バイアス補正法も確立していないというところで、結構大きな技術的課題が存在すると。 で今後の特に対応の中で、まああの、特に技術者のここにいる皆さんの対応で難しいのは、さまざまなデータとさまざまな手法が存在するにもかかわらず、マニュアルがないというところで、まあ、どう創意工夫していけばいいのかっていうのを、まあ、あのこういう機会を通じて、今回、今後、議論できればいいかなというふうに思います。ちょっととオーバーバししししてままままいいまたた。が、が以上で終わりりす。森先生、どううもありがとうございました 海岸保全計画に対して、まあ、どのように考えていくか、これからですね。それから技術的にどんなアプローチがあー必要かということを河川と比較しながらあのご紹介いただきました。どうもありがとうございます。 えっとそれでは続きましてえっとまああのアンサンブルとかあの不確実性の話も出てきましたが気候予測影響評価データと観測データをどのように扱っていくかというテーマでえっと京都大学の渡辺先生にえっとご講演をお願いしたいと思います。渡辺先生お願いしますご。ご紹介ありがとうございます。京都大学の渡辺と申します。 ではあのここの発表なんですけれども、まあ、これまでいろいろな取り組みが紹介されましたがえ実際にデータを触る時に一体どういうところに困るのか、えーまあ、皆さんが例えば、まあ、部下のような方にデータをいじってみろといった時に 何に困るのかというところにご理解いただければいいかなというふうに思いまして、紹介させていただきます。まあ、ちょっと内容としてはあの簡単、データ使ったことある人には簡単かもしれず、まあ、これまでの説明から少し戻るところもあるんですけれども、まあ、実際に触るとなったらどういうところに困難があるかというところをご理解いただければというふうに思います。まず、実際に使うために3つぐらいステップありまして、まず情報をどうやって取ってくるか。 とというところがポイントになりますでその次は、その取ってきたデータが手元の観測値とどう違うかというところを比較するえ、さらにはその比較した結果、じゃあどうやってそこから有効な情報を出そうという情報の抽出、場合によっては補正をしていくのかというところがポイントになってまいります。えまず情報の取得ですが まずここで一旦大きな流れのところの説明したいと思います。気候の予測というのは当然気候は地球上全体で変わるものですね。地球全体をシミュレーションするということが行われております。これがシ m i p と言われるものです。AR6 という評価報告書の名前を聞いたことあると思うんですが、それの元になっている科学的な知見がこのクライメートモデルの比較ですね、比較のプロジェクト SMIP というところで今現在6時になっております。第6時になっておりまして、ここに示すような 世界各国の機関が参加して、えー、比較しているものになります。ですので、えーまあ、気候モデルという大変負荷の大きな、えー、ものを作るときには、まあ、必ずと言ってほど、このシ m i p に参加,しない参加しないのに気候モデルを使うということはあまりないと思いますので、このシ m i p というところを調べますと、世界中で使われているモデルがまあほぼほぼ確認できるということになります。し、えー、しかしながらその,、えー気候の 地球全体の気候が必要とされる方もいらっしゃいますが、多くの場合、例えば日本のことを知りたい、ある流域のことを知りたい場合には、世界の全球の情報では少し荒すぎるということで、それをダウンスケーリングするという試みが大事になってきます。まあ、そのようなプロジェクトがコーデックスというもので、これは日本、アジアぐらいの大きなスケールへのダウンスケーリングのプロジェクトで世界中で行われております。また、影響評価をして世界中で比較しましょうというような試みもあります。これが e ー m i p と呼ばれるもので、 えまあ全球スケールでで水,水資源すすね農業生態系とかマララリアの影響評価を行っているようなな世界的なプログラムがあります、まあ、このような予測情報にはいろいろなスケールがありまして先ほど申し上げたような世界のスケールがあればそこからデータをダウンスケーリングすることによって例えばアジア日本のように、えー、細かい領域での気候予測を行ってさらにそこから影響評価を行うということが、えー、行われております。 世界を対象先ほど申し上げたとおり、世界の対象とした予測というのは、さまざまな機関で行われておりますので、非常に多くの選択肢がございます。一方で、地域をしごぼっていくごとに、それを行っている地域というのは限られて、例えば日本であれば、主に日本やその周辺のところが取り組みを行っているということですので、その分、取り組みを行っているところは限られてくるということがあります。ただし、その地域に関しては、非常に細かいデータが得られるということがあります。 では、どの段階の情報を得るのかというのが、ここで一つのポイントになってまいります。全球の予測というのは大変多くの選択肢があるんですけれども、地域に持ってこようと思った場合は、専門的な処理が必要となります。自由度、いろんな設定の実験がありますので、いろんな解析ができる、自由度は高いんですけれども、専門的な処理が必要になってまいります。一方で、日本のように地域を絞った場合、この場合は、この日本を。 の予測を得るために世界の予測のうちのいくつかを選んで実験をしているということになりますのでその分自由度実験に関するとかシナリオに関する自由度選択の自由度というのは低くなりますただし日本を得たい場合日本の情報を得たい場合にはそれに適した情報を得ることができます また、まあ、このように気候の情報を得るというのも一つの選択肢ですけれども,もう影響評価をしたいような結果を得るというのも場合によっては有効なことが考えられます。例えば、えー、雨とか気温のデータを得るのではなくて、えー、流量であるとか、まあ、先ほどの例でいうと水資源とか、えーまあ、農業とかマラリアとか必要とされているものがすでに実験で公開されているものであればそれを利用とするというのも一つの選択肢になりえます。 でここでデータを使う上での主なハードルというところですけれども、まあ、第一に一番問題となってくるのは近年いろんな実験が行われていることによってデータ量が非常に大きくなっております、まあ、もちろん対象にもよるんですけれども基本的には大きなデータサイズになるのでそれの取得とか読み書きにすごく大きな負荷がかかります、えーまあまあ、バイアス蘇生私バイアス蘇生を主にやってるんですけれどもその研究でも一番時間かかるのはどこかというと実はあの 読み書きなんですねデータをえー処理するその IO、インプットとアウトプットのところに実は大きな負荷がかかるというのがあります。えー、またデータフォーマット、えー、まあ研究者のようにまあ日常的にデータ接しているものであれば慣れていることはあるんだと思いますけれども、まあ、テキストなどそのまま読める形式ではない、データ量のサイズから言ってそういう形式にはなっていないので、えー、GUI の環境、つまりあのまあマウスを持ってクリックしながらグラフィカルに解析していくという処理というのは一般的に困難。 になっておりますなのでコマンドラインを使ってプログラミングを使って解析していくということが一般的に求められます。またデータ構造というのも詳細な地域を対象とする場合は問題になってきます。というのも気候の予測というのは基本的に時間単位で1ファイルになってます。あ、失礼しました。時間単位で1枚のファイルになって、例えば日本の場合、日本全域で何年何月何日というファイルがあって、別のファイルに次の時間、別のファイルに次の時間となっています。ですので、例えば一部だけ、例えば 京都に対するデータが欲しい場合も、じゃあ京都だけを選択してデータが取れるかというと、そうではなくて、基本的には日本全国のデータを取ってきて、そこから京都を抜き出すというプロセスが必要になってきます。ですので、対象とする地点が例えば京都だけであっても、取得するデータは日本全体でなければいけないというようなことがあったりします。もちろん、それはデータを提供するサイトによっては、例えばここの Dias という書いてあるところでは、ここに見ているような切り取りのインターフェースが実装されていて、必要なデータを ここで選択することによってその部分だけをダウンロードするということができるんですけれども、ただし、この DIAS のサーバーの裏側では、もともとその世界にあるデータを切り出すというプロセスが動いているわけですので、そのプロセスが、まあ、大きなコンピューターですので、処理速度は速いんですけれども、そのプロセスが一逐一必要になってくるということで、実際のところダウンロードに結構時間かかるというのは、そういうのが裏で動いているからというのもあります。 でここまででバイアスという言葉が何かしか出てきたんですけれども、気候予測情報にはバイアスがあるというのが一般的に言われております。じゃこれは気候予測情報に問題があるということを意味しているのかというと、別にそういうことではありません。そもそも気候予測と観測値というのは、えー、必ずしも一致するものではなありません。というのも、気候予測が対象としている再現。 のの目的というのが異なるからです気候予測情報というのは計算機上でシミュレーションしていますので01の世界であって、えー、まあ現実の地球上の世界というのはこう格子状に区切られているわけです。です,ですのである格子の中に10ミリの雨が降った5ミリの雨が降ったというような形になっています。まあた,だまあ、ただ現実はそんなグリッドごとに雨が降るわけではなくて、まあ、このように雨が降っているところと降っていないところの境というのは明確にあるわけでしてこのように ある1グリット全部に雨が降るっていう過程はこれが細かければ細かいほどそれは現実的になりうるんですけれども例えばこれが気候情報でよくあるような100キロスケールであったりとか20キロスケールであったりするとその100キロ200キロ全体に一応の雨が降っているってことになってますのでそこで再現を目指しているものというのと実際の観測値実際に降ってる雨というのはおのずとして違うものがあります。ですので気候が目指している、えー、正解というのが 観測値とととと一致すするといいいううわけでではないというところに留意が必要です実際に気候のモデルというのも初期の段階では500キロぐらいのスケールだったのが近年100キロとか数十キロまで非常に詳細化されてはいるんですけれどもとはいってもやはりその観測所で私たちが得られるようなデータ点のデータですねこれとモデルで出す面の情報というのは必ずしも一致せずに違いというのがおのずと生まれてくるというのがあります。 またもう一点大きな違いとして留意していただくことがありますこちらも知っている方には非常にあの当たり前の話ではあるんですけれども例えば気候予測情報として月単位の雨が50% 1991年は50でした。1992年は107でした。1993年は35でしたというふうに、まあ、このような時系列が得られていたとします。で、同様に観測値はこうだったと、このような値が得られていたとします。まあ、そのようなときに、これをどう比較するかというポイントなんですけれども、まあ、簡単に考えると、1 9 9 1年がモデルが50だった、気候予測情報が50だった、観測値は124だった。じゃあ、これを比べればいいんじゃないか。1992年は92年、93年は93年というふうに、逐一比較すればいいんじゃないかと思うんですけれども、 まあこのように比較すればいいんじゃないかと思うんですけども、実際、気候予測情報というのはこのような比較をしてはいけません。というのも、気候予測情報はある時点、まあ、年月日の気象を予測する、まあ、お天気予報のように、ある日時の天気を再現するものではなくて、一定の期間、えー、まあ気候は通常30年と言われることが多いので、その30年の統計的な性質が両者で一致するということを目指しているものになります。 ですので正しい比較の仕方というのは11築一,一,致一致比較するのではなくて例えば平均値とか標準閉鎖をも計算した上でそれがどれぐらい違うかというのを比較しなければならないというのがあります。このののようなのが気候予測測情報とと観測値の違いとして表されますですのでここまでの話をまとめますと空間兵器の情報を点の情報にいかに変換するかで1対1の比較ができない。 統計的な比較、統計的な特性を比較しなければならないというところで、まあ、これを行っているのがバイアス補正というふうに理解していただければなというふうに思います。まあ、バイアス補正に関しては、これだけで非常にあの多くの時間使いますとね、皆さんご興味のある方は多いかと思うんですが、今回は非常に単純なところだけ述べさせていただきます。先ほど申し上げたように、統計的な性質と比較するというところで、えー、比較すべきところは予測情報と観測値。 こちらが観測値だとしてこちらが気候予測情報だとすると観測値と予測情報を比較するさらには現在と将来を比較するというこの2つの対比軸で統計的な特性を比較した上で将来の観測値に当たる部分を探し出すというのが バイアス補正の試みになります。この時に何を比較するかというのでバイアス補正の細かい手法が分かれてくることになります。非常にざっくりとバイアス補正の類型化をしますと、バイアス補正というのが間接的か直接的か、これはどういうことかというと、雨、 の補正をするときに雨そのものを直すのか、それとも雨をもたらしている物理的な要因、例えば台風のコースであるとか強度を直すというような2つの考え方があります。直接直すか、間接的に台風その要因を直すかというところで2つに分かれますで。その直接的な中にも補正の対象がイベントか、例えば雨が降った24時間とか48時間のみを対象とするか、もしくはもう通年、30年分のデータ全てを対象とするかというので話が変わってきます。さらに対象とするのが確率。 確率を直すのか、それとも物理を直すのかというところで変わってきます。このようにバイアス補正というのが、まあ、単純に言うとこのような5つのタイプに分けることができます。ということで、どのようなバイアス補正を使うかというのが一つ技術的な困難な点になってきます。以上まとめますと、データを実際に触ってみる上、触っていく上で一番最初に、 当たたるるようううううな壁っってていいいのののははどういうとこころがあるかっていうのをこの発表ではご説明申しし上げましたデータの取得の部分ではデータの大きさとかデータのフォーマットデータの形式が違うというところが問題になりますまた予測情報と観測値というのが通常よくすぐ思いつくように一対一で比較できたりとかするわけではなくて点と面の違い統計的な情報を見なければいけないというところに大きな差がありますまたバイアス補正にはいろいろな方法があってそれの違いというのは要は特 統計的な特徴を何で比べ比較するのかというところで手法の差があるというところがあります。えー、では以上で私股からの情報提供を終了させていただきます。はい渡辺先生どうもありがとうございました。意外とあのえっ、ー、と取り組み始めればあの奥が深いバイアス調整についておまとめいただきました。どうもありがとうございます。 えっとで引き続きましてえっと省庁での取り組み例ということでえっと建設技術研究所の内木様にご講演お願いしております内木様どうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします建設技術研究所の内木と言いますえっと省庁での取り組みということであのまあ省庁でのすべてのものをあの紹介するってなるとちょっとあの。 あれなんですけども、海岸分、ここでは海岸分野における D4PDF を活用した外力評価というものを、えー、ご紹介したいと思います。まあ、編集モードが見えてます。えー、編集ですかね。すいません、ね。ちょっと待ってください。うん これで今なりましたかえっと、ままだあの編集のモードですね。<laughs> すどうなってるかなもう一度お試しください。これでいいのかなこれでいいですかね。あ、はい、今見ました。<あ>よろしくお願いします。はい、えー、っと、すみません。で、今日ご紹介する内容ですけども、あの、影響評価についてということと、E4PDF データの取り扱い、あとは台風を対象とした分析例、あとは台風以外を対象とした分析例、今後の課題という流れにしています。1つ目のです、ね、海岸分野の影響評価については、先ほどあの森先生から詳しく説明があったので、ちょっとあのほぼ割愛しますけれども、あのやり方検討会で気候変動の影響を、えー、と考慮しなさいということ、あとは海岸保全基本方針に改定されて、気候変動の影響を考慮しなさいということ。で 今、各海岸管理者で、えー、海岸基本計画の改定、まあ、令和7年度目ドと言われておりますけれども、えー、動き始めているところで、えー、じゃあ具体的にどう外力設定したらいいのというところあの、なかなか皆さん手探りのところがありますので、今回、あのその一つの事例ということで紹介させていただくというところになります。でまずですね、あのできるだけあの実務的な話を私の方からは紹介したいなと思っておりまして、えー、っと今、 D4PDF の取り扱いについて、D4PDF いろいろ話題提供があったんですけども、えー、ちょっとこの基本的なところを飛ばさせていただいて、実際にダウンロードして何をやるかっていうところを紹介したいと思います。実際にですね、こうダウンロードするとですねかな,なすす、まあえー、かなりのボリュームになります。この表に計算ケースの概要とありますけども、かなりのボリュームになります。それがですね、実際にダウンロードしてみると、バイナリ形式であったりとかですね、 えー、その取り扱いっていうのが、実務上結構難しいところがあって、えー、ここに書いてあますけど、データの入手、大容量膨大、あとはデータの取り扱い、特殊膨大、あと結果をどう解釈するか、そういったところをですね、ちょっと気にしながら、あの我々の方でやってたというところになりますで、えーと。海岸分野で適用するにあたって、えー、と太平洋側ではですね台,台風がメインになるんですけども、 あの東北、北海道、あと日本海側ですと、あの爆弾低気圧に限らずあの、低気圧と冬型気圧配置っていうのもあるので、そのあたりについても、あの評価方法を、あの検討方法を検討あの考えていかなきゃいけないというところになります。あこれ、今ちょっとご紹介したように、台風の場合は台風トラックデータが、あの巨大防災圏の方から、あの防災圏の方で整備されているものがありますけれども、低気圧についてはなかなか難しいというところになります。 でえっと、弊社の方で D4PDF、何を取り,扱った取り扱ったかっていうちょっと紹介になります。えっとですね、D4PDF のデータの中身、かなりたくさんあるんですけども、実際使ったのはですね、海面構成気圧と、あと地表面の風速、まあ、この2項目になります。で台風についてはあの気圧だけを使ってます。かなりあのボリュームがある中であの気圧だけをピックアップして使っていると。で、グリル形式になっていると。 ディアスの方でえっ、ー、でスクリプトを使ってダウンロードしています。先ほどあのダウンロードの仕方とかも紹介ありましたけれども、えー、実際に活用させていただいて、スクリプトあの、領域切り取りとかも使いながらダウンロードしています。で、えー、とダウンロードしてきたものから、えー、と弊社の方では、フォートランを使って、えー、とバイナリをあのテキストデータであの必要な部分だけ書き出しして使っているというようなやり方をしております。 あと、ダウンロードしてきたデータについて見たい場合は、あのまあ、こんなの、えー、ちょっと準備されてたので、こういうのも見れますよということを、低気圧の場合と台風の場合、あこんなあのデータなんだなっていう確認ができるというところになります。で続いて、台風を対象とした分析例ということで、えー、これ、具体的にあの実際に試行的にやってきたもの、やってみたものになります。で全部を紹介すると、あの時間ないので、あの 昨年2022年の開口であの論文投稿してますので、詳細についてはこちら、この2本ですね、この2本を参照していただければと思います。ここではですね、ポイントを絞っていくつか紹介したいと思います。えー、台風を対象とした分析ですけども、流れとしてはこのような流れになっています。まず D4PDF で対象回帰を絞って、えー、台風を設定して、でハ波タカーシをシミュレーションして、えー、気候変動の影響を評価するという,う流れになっております。 でポイントの1つ目ですけども、あの先ほど渡辺先生の方からありますけどもあの、バイアス補正ですね、バイアス補正をあの行っております。まずは中心気圧をバイアス補正しております。えー、と手法としては、ですねこの有村さんらの、えー、開講で発表されている、うん、バイアス補正の手法を使っております。結構あのあの、赤道付近からあのかなり北の方まで。 あの中心気圧統計されてますけども、実際日本付近だと、ですねそこまで大きなあの中心気圧の差はないので、バイアス補正前後、比べてみると、そこまで大きな違いはないというところはあるんですけども、きちんとバイアス補正したということになります。でもう一つ、これ、すごい大切だなと思ってたんですけども、通過個数をバイアス補正するというものをやっております。まあ、この手法が本当にあの 絶対的に正解かっていうと、あのそこはちょっとまだあの検,討検証する余地はあると思うんですけども、あの最終的にあの海岸保全基本計画の概力設定にあたっては、例えば30年確率とか50年確率とか、あの確率評価をしなきゃいけないですけども、確率評価をするためにはその母数、1年に何個あの発生しているって母数が必要になってきます。でそのの母数を設定するのに えと通過個数を、えー、用いてきますので、それをです、ね、実際、気象庁のベストトラックと,、えー、と d 4 b d f の台風のトラックデータを比較してみると、若干異なるんですねで。気象庁のベストトラックは過去に発生した台風、D4 の過去実験はまあ過去を再現したもの、えー。この数字が異なっていると、あの将来を評価するときにも、その個数の,あの違いが再現期間の,あの数値の違いに。 直結していきますのでここについてはちょっと丁寧なあのバイアス補正が必要だなというふうに考えております。まあ、ここではですねあのこの比率をあの単純に比率と,比と通過個数の補正値というか形で使っております。で、えー、とハロー高潮シ,シミュレーション自体はですね、あのスワンと、えー、非線形調和を使っています。で、えーと、台風の絞り込みですね。えーと まず、ですね全球、えー、モデルで台風をダウンロードしていきますので、えー、と全部の,あの台風を対象にするとえらいことになりますので、この対象とする台風の領域、えー、対象の領域に、えー、を通過する、通過するというか対、対象領域に影響を与える可能性がある台風を抽出するというのが正しいですかね。えー、この抽出枠を えと作って、まあ、ここを通過する台風っていうのを抽出していますで。それだけでもですね、えー、過去実験で1万8000、2度上昇で8000、えー、4度上昇の1万、まあ、この中部、関中中部、まあ、日本の真ん中辺りを通過する台風でもこれだけの量があります。で、えー、と実際、高潮波浪シミュレーションをやられたことある方は多いと思うんですけども、こんなのは現実的にできないので、 えー、じゃあ、えー、もう少し絞り込みましょうということで、2段階目絞り込んでいます。で、2段階目の絞り込みについては、あの大きい波、大きい高潮が発生するもの、あの遠くを通って小さいあの台風で、あまり影響のないものっていうのをスクリーニングしたやり方になります。まあ、これでやるとあ、過去実験だと1万8000だったのが2300ぐらいまで絞り込めると。 で,ですが、まあ、一応これ全部足すと、えー、4000から5000ぐらいというケースになるので、まあ、これでも非常に多い、えー、とは思います。一応これで絞り込んでやりましたということになります。でポイントの4つ目ですけども、えー、と台風半径。えー、こちらもです、ね、非常に重要な情報になっておりまして、えー、D4PDF の半径、台風があの通過するときの半径を、えーまあ、プロットしたのと、 このホンダ鮫島の確率評価式で、えー、とプロットしたもの、この左下の図に示しているんですけども、この実践の方が D4PDF ですね。D4PDF だとかなりこう広範囲に、あのー、風のエリアが広がっています。ということは、風のエリアが広いということは、その分波浪の発達が、あのー、発達しやすくなりますので、過大評価をする可能性がある。ということで、えー、この、えー えと分析ではこ、このホンダ鮫島の確率評価式を使って、台風半径を設定します。で、あの先ほどお話ししましたけれどもあの、気圧と風場をダウンロードはしてきてるんですけども、実際、台風の分析には気圧だけで、えー、分析をしているということになります。まあ、気圧だけでこれが判定となりますので、えー、とそのようなあのことをしています。 実際、あの、これやってみるとですね、中心気圧が下がれば下がるほど台風波形小さくなるので、あの、波行があまり大きくならないっていうような、ちょっと、えー、と不整合みたいなところも出てきてしまうんですけどもあの、えー、今回はこの経験的な式を使ってみるというところでございます。で、えっ、ー、と、これ結果の例ですね。えーまあ、詳細はあの論文の方を見ていただければと思います。あの、 過去実験と二度上昇、四度上昇で違いが出てくる場合と、まあ、あまり違いが出てこない場合と出てきますよというようなところを分析したということになります。ええっと、これ、実際、四千から五千ケースのハロー。高潮シミュレーションをやったんですけども、あの各管理者で全県でこれやれっていうのは非常に難,難易度が高くて、あの多分、予算的にも無理なので、なんとか効率化し,率化してできないか、というのを考えたやり方になります。 えと推定式というものを作ってますこれ、イメージありますけれども、この下の図を見ていただきたいんですけども、もともとある台風トラックデータ、これ3万7000円をすべて解析するのではなくて、えー、と推定式、えー、と風と,、えー、と中心気圧で任意地点の超位波高が出せる簡易あの、推定式があれば、波浪高しのハローカシ,シミュレーションをしなくても、気圧風場だけ計算すれば、任意地点が出せるというようなものになります。 やっぱ D4PDF のメリットっていうのは、かなりのアンサンブルのケース数が多いっていうところなので、この母数をできるだけ削りたくないっていうことで、この推定式の考え方をえちょっと試したところになります。この辺予測式の,あのえと中身になります。詳細はちょっと論文の方を見ていただ,けいただきたいんですけど、この手法2の方ですね。と H とイータをえーと予測するのに、対象地点での気圧、 あとは風速、風向ベクトル、あとは接近地の中心気圧、また台風の移動速度、移動速度のベクトル、あとは台風の半径。まあ、こういったパラメータを、えー、設定して、重回帰分析で推定式を構築しています。これちょっと論文発表の時点の推定式ですので、えー、とこの後いろいろ改良は加えておりますので、まああの、いずれどこかのタイミングであのご紹介できればなとは思っております。うん まあこういった考え方でやっておりますということです。そうですね。えっ、ー、と、台風が接近したときの,のパーラメータの設定。になります。これするとですね、えっ、ー、と、青を見ていただきたいんですけども、横軸が、えー、シミュレーション、実際にシミュレーションをやったもの、縦軸が、あの、簡易式で求めたもので。で、大体、あの、1対1のプロットができているので、えー、まあ実際にスワンあの、スワンと高潮の、えっ、ー、と、 計算やらなくても、推定式を構築してしまえば、あの気圧、風場さえ入力すれば、値が出るというようなやり方になります。ここまでですね、えー、ちょっとすみません、ポイントだけ絞って、えー、話したのであの、えーと、条件とか結果とか、あんまりあの詳しくお話できてないですけども、ぜひとも論文をご参照ください。 あと、あの台風トラックデータがある場合は、先ほどのようなあのやり方があるんですけども、じゃあ台風以外はどうするんだっていうところで、えー、こちらまだまだあのやり方のあの手法がいくつかあるかある中で、検討中のところがあるかと思います。ちょっとかあの A 海岸、B 海岸として、えーまあ、私が聞いている中でこんなやり方があるよっていうのをちょっとご紹介したいと思います。使用するデータとしては JRA55 の防止データ、まあ。こういった、あのこの、 もともとあるデータを使って、えー、こちらだと、えー、と重回帰の推定式、先ほど台風のところで紹介したような推定式を構築する場合、あとは、えー、とウィルソン式で、えー、と推定するような手法、まああの、こういった手法がありますよということで、あの紹介させていただきました。これはですね、D4PDF の風場のデータを使って、えーまあ、予測していくというやり方になるかと思います。 ちょっと駆け足ですけど、ちょっと,、えー、と実務的に、えー、私は,はあの弊社の方でやったと,やったところの,あの、うん、ポイントについてご紹介させていただきました。ちょっと今後の課題を3つ挙げさせていただきます。えー、と1つ目としてはあの、今回紹介した手法、まあ、あの完璧な手法とはあの思ってはいないので、えーまあ、各海岸でいろいろされていると思いますので、その辺情報共有しながら精度向上を図れる場があればいいかなと思っています。 であと PDF のデータベースが更新された際と,、えー、と中井川さんの方からあの、まあ、随時更新していくみたいな話もあったかと思うんですけれども、えーと、随時このあたり更新されるものに対応して、また大規模にこう計算し直しとか、まあ、そういったことしないでも、あのえー、できるだけ簡易的にその更新できる、うん、準備をしておくことが重要かなとは思っています。 であとは海岸本線基本計画にどう反映していくかっていうのはまたあの一つの課題かと思っております、えー。私からのご紹介は以上になります。はい、うしき様ご発表どうもありがとうございました。実務の内容をあの詳細にご説明くださいました。どうもありがとうございます。 えっと、もう1時間半ほど経っていますが、あのこのワークショップ、休憩なしであの進めるという予定にしておりますので、えっとまあ、のオンラインですので、適宜、えっと、休憩取りながらあのお聞きいただければと思います。では、あの講演の最後にはなりますが、えっと、民間での取り組み事例をご紹介いただくということで、えっと、東京海上 DR の篠原様にご発表をお願いしております篠原様よろししくお願いします。 ありがとうございます。画面出てますでしょうか。はい、見えてます。ありがとうございます。えー、っと、東京会場 DR の篠原と申します。えー、こんにちはと。えー、少しあの時間が押してるということなので、あの、内容、あの、 少し駆け足気味にやっていこうと思うんですけども、えっと、最後のセッションでは、まあ、民間取り組みということで、まあ、これまであの研究者の皆様のいろいろなあの実際の内容のところであったり、実、ま、際、あ、で先ほど話しあった内容、非常に参考になる部分がいっぱいあるなと思います。で、ここではまあ民間での取り組みということで、実、ま、際、あ、ではじゃあ民間企業と普段相対している中で、まあ、こういった気候変動予測情報をですね、まあ、どのように加工してやって,いくやっていくかといったところについて、まあ、なかなかその具体的な内容というのに触れるのは難しい部分がありますので、まあ、ここで得られたさまざまな課題 とかですね、考え方みたいなのをおお話題提供というふうにしていければいいと思っております。よろしししししくお願いまいまますす、まあ、のこののりを割愛しますが、まあ、本セッションの目的としましては まあターゲットが今、ここに来られているのが気候変動影響、適応策の技術的業務にすでに関わっている方であったり、これから関わるということで、まあ、特にまあ私のセッションでは、相対するのが民間企業というふうに思っていただければと思います。で大きくまあ研究者側と民間企業というまあ間をこうつなぐような立場の方々なのかなと思いまして、でこの方々やることというのは、さまざまなデータをまあ加工したり、分析で、これだけじゃなくてです、ね、おそらくまあ解釈したり、翻訳ということをして,なしてあげて、上でこう民間企業に出すという部分も出てくると思います。 要するに大きく立つ分けると、データを作る側と使う側というふうに分けると、ちょうどこの間からちょっと左側ぐらいですかね、こういったところにあるような立場なのかなというふうに思っております。であのデータを使う側で実際、我々こうこうやってますよというものについては、さまざ、あ、まな別のワークショップ等であると思いますので、どちらかというと、こちら側の方の方立場として話題提供したいと思います。で参加者の 割愛しますでということで、まあ、本セッションの目的としましては、民間での取り組みとして、まあ、実際にさまざまな気候変動に関する情報を、まあ、取り扱っていく中で、まあ、あの事例紹介とかです、ね、答えというのをこう示す場というよりかは、まあ、今後の議論、あのこの後のブレイクアウトの中のテーマでもあるんですけども、今後の議論につながるような技術の課題の共有、まあ、共感といった場にしていきたいなと思っております。で今日あと対象とするのは、いろいろテーマあるんですけども、まあ、ちょっと時間の問題もあることから、まあ、一番分かりやすい水害リスクといったものにターゲットを絞らせていただきます。 しま,すね、でまず大前提なんですけども、えっとまあ、こう気候変動リスクの影響、リスクなんですが、あの森先生のお話にもあった通りです、ね、あのまり、あ、そもそもこう確実的な手法弾がないので、まあ、そもそも評価手法に正解なしということがあるかなと思います。でそもそも気候変動が持っているこう、まあ、大きな不確実性なんかを考えると、なかなかこう確実的な評価手法を作るのが難しいんだろうなと、もちろんもう、日進月歩でできてきてはいるとは思うんですが、まあ、現状、まだそういうのがバッとある状態ではないと。 したがって、その代わりにそれでもやらなきゃいけないということなので、まあ、目的、お客様の目的に応じて、いろいろ評価手法を日々検討しなきゃいけないという状況だと思います。したがって、そこで出てくるいろいろな技術的な課題については、やはり知恵を出し合っていく必要があるのかなと思います。で、今回その3つぐらい大きなテーマを扱いたいなと思っています。1つ目が、グローバルスケールとローカルスケール問題。 2つ目は、ハザードマップは使えばいいじゃないか問題。で3つ目、目的とのミスマッし問題という、まあ、少し緩いテーマにしているんですけども、これでも3つぐらいの問題に集約させてお話をしたいと思います。でまず1つ目、これはあの、まあ、非常に簡単な話なんですけれども、えっと、グローバルスケールと、まあ、ローカルスケール問題ということで、まあ、ここを示したのは左側、えっと、アーキダクトフラッドと呼ばれる、まあ、全世界で工事、えー、マップみたいなものを表示されているものですね。であの非常に有名なものなので、あのご存知の方も多いと思います。 でこっちは左側に載せたのは、えー、とアーキテクト・フラットで、えー、2050年の RCP8.5 シナリオを、大阪・銀行250年の図列とで、これはの気候変動のお、まあ、評価等で、もう非常に広く一般的に民間でも使われているデータベースなので、まあ、非常に優れたものではあるんですけども、ちょっと拡大してです、ね、真ん中、これ東京付近を見てあげると、まあ、こういう感じになっていますと。 でまあ、こういう感じになってますとしか言いようがないんですけどもで、まあ、参考までに一番右側にあの、まあ、いわゆる重ねのハザードマップですね、まあ、重ねてあげるとこういう感じなので、まあ、あのやはりどうしてもですね、まあ、当然グローバルスケールとローカルスケールってなかなかそのあの技術的な差異がありますので一致するのは難しいんですけどもこういったところの課題があると。 で、ただ、その国内、まあ、海外関係ないよっていうふうに思われている方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、そもそもこの気候変動の影響対象っていうのは、まあ、国内に限定されないんですね。特に今回、民間での取り組みということで、まあ、企業活動というものに文脈を考えてあげると、まあ、グローバルな気候変動の影響っていうのも必ず受けると。あの、自社だけではなくてですね、例えばサプライチェーンとか、その周辺の環境といったものも考えてくると、まあ、グローバルな影響を必ず、まあ,あ、受けざるを得ないということで、まあ、どうしてもその海外のものを見る必要が出てきますね。で、その、そう、ただ実際問題、じゃあ、その、 それぞれのスケールの技術的なサイトで非常に大きいのはご承知のとおりだと思います。例えば海外について、まあ、国内と同等レベルでやろうと思うと、な、まあ、かなかこれはその調査コストが非常に大きいので、まあ、そもそも難しいだろうなという部分があります。まあ、したがって実際にやる上では、その両者の手法の違いをまあ踏まえた上えで、まあ、それぞれどういうふうに取り扱うのか、両者でそれぞれ出された結果をどういうふうに比較していくるのかみたいなことを、まあ、それぞれ考えていかなきゃいけないというのが非常に大きな課題としてあるかなと思います。 で続きまして、ハザードマップ使えちゃいない、いいんじゃないか問題ということで、まあ、ちょっと緩いタイトで恐縮なんですけども、こちら、ハザードマップ2つ、え計画規模と想定体、最大規模を載せております。まあ、今、浸水想定区域図のコードもハザードマップと呼んでますけれども、でまあ、実際に、えっと今日の話、やはりこう気候データセットで、まあ、雨であったり、風であったり、そういったこうあの気象データというものに今特化するんですが、まあ、いざ実際にですね、民間企業でじゃあ使いたいとなると、例えば水害であれば、やはり、まあ、浸水地を計算しないことには始まらないわけですね。 じゃああの例えば評価したいターゲットの浸水レベルが2度シナリオの2050年の200年規模だということがまあ,あるとしましょう。じゃあそれをどうしようかなと考えたときに、まあ多分2つぐらいのやり方があって、1つはこうシナリオを実際もう一回作って、ですね将来のこうシナリオを作って、もしくはデータを取得して、で再度判断示し込をやると。ただ、これはやはりもう一回やるというのは非常にまあ大変というのはあの、まあ、そうだろうなというふうに思います。まあ、したがって、まあ、まず シンプルにやろうと思うと、まあ、そもそも将来の,その見たいリスクレベルが現在のすでにある浸水シナリオと比べてどういうふうに対応するかというのを紐づけると、まあ、こういうことを考えてやっている方が多いんじゃないかなというふうに思っています。 例えば下の例ですと2点、えっ、ー、と、青い点2つが、あのいわゆるハザ、えードマップの数字だと思っていただきたいんですけども、右軸が再現管、縦軸が浸水芯。200年が1年1メートルで、1000年が2メートル。まあ、この浸水芯もね、幅になってるという問題もあるんですけども、まあ、そこは一旦あの置いておいてですね。で、仮にですね、まあ、将来の200年が今の1000年だというのがあればですね、あ、よかったよかった。200年に1回は今1メートルが2メートルになるよねっていう話で、非常にまあシンプルに終わるわけです。 そうすると、こういった紐付けをどうやってやるかという話になります。でここでまさにあの今日いろいろあのご説明があったような将来のこうデータセットとかですね、そういったものがまあ出てくるんですけれども、まあ、そういったものを使ったり、あるいは流出解析等をしていく中において、再現期間とお、まあ、それぞれの物理量の関係性というのが求まってくると。で例えばこの上のケースですと、まあ、こういうことをやることによって、まあ、200年と1000年が結んだよねということが分かれば、まあ、とりあえずじゃあそれを使って200年について、将来の 200 1000年年は今の1000年を使ええばいいいよねっててうことがまあ見えてくると、が見くる当然、そんな感じにはいかないわけですね。実際、そういう解析をやると、まあ、例,えば例えばですよ、例えばあの下の例は、えー、325年に1回ぐらいになったと。つまり、将来の200年は現在で言うと325年ですっていうと、まあ、当然325年のマップなんかないわけですね。じゃあ、作るのかというと、先ほどやってみたように、まあ、それを毎回作るというのは非常に大変です。 そうなると、これ左下の図は、ちょうどこう200年の、えー、現在のマップと1000年のマップ2つ並べたんですけども、じ、ま、ゃ、あ、なんか合いの子にあるよねと。つまりここですね。ここが結果なんで、まあ、この数字をなんか作んなきゃいけないよねっていう話になってくると。じゃあこれ保管でいいのかと。どうやって作るんだっていう話になりますね。で、ここはまあ答えがあるわけではないんですけども、こういった内装のさせ方を考えたときに、じゃあ料でやるのか、流料でやるのか、水でやるのか、線形でいいのか、どうなのか。場合によってはそ外装ですね。外装も必要になるかもしれない。そこをやっていいのかどうかと。まあ、こういったものを考えなきゃいけない。 それから今日もあの何度か出てましたけども、じゃそもそもこうデータにバイアス補正をやろうと思うと、やはりまあ非常に大きな課題があると。そもそも手法をどうするかっていう問題もあれば、領域の話もありますよね。で、今日あの物理量の話と頻度の話もありましたけども、まあ、先ほどお示したみたいに相対的な発生頻度という形で紐づけることであれば、まあ、これはもしかしたらバイアス補正をスキップできるかもしれないし、できないかもしれません。あのこれはまさに今後の研究課題にもなるかなと思うんですけども、こういった話もまああの考えていかなければならない。 あとはその3つ目挙げたのは、欲しいシナリオ、まあ、特に将来時点ですが、ね、そもそも存在するかということで、まあ、例えば2050年とか70年とかいろいろあると思うんですけど、も、じゃあ1年刻みで全部欲しいのかとかなってくると、えー、長期的なっていうのは、要は10年スパンとか20年スパンっていう中でのこうな時間的な内装というものも考えなきゃいけない。それをそもそもどういうふうにこうやるのかということも考えなきゃいけない。まあ、こういった問題をクリアしていかなきゃいけないというのが、まあ、ハザードマップを使うような大きな課題というふうに認識しております。 えとこれは時間があの問題がありますので、や、え、や、ー、活躍するんですが、まあ、端的に言うと、ハザードマップそもそもで、そもそもいいのかというか根本的な問題で、えーまあ、発展確率が張っていないので、まあ、リスク評価という意味ではちょっとあの保守的だよねという話です。 で最後3つ目ですね、えっと、目的とのミスマッチ問題ということで、まあ、これはどちらかと今までの話はまさにこう技術的なこうどう分析するかという話なんですけども、まあ、実際民間で活用するにおいては民間企業で使っているところまで結果を届けなきゃいけないということで少しコンサルティング的な内容の,あの課題を挙げたいと思います。これ顧客のニーズとのミスマッチです。 例えば、左上のように、えー、自社の工場、ピンポイントですごいちゃんとやってるんで見たいんですよっていうのに対して、まあ、とりあえずざっくり想定されたらいいですよねというふうになっちゃう、うまくミスマッチですね。あるいは、まあ、むしろ多いんですけども、ざっくり見てほしいんですよねっていうあの目的に対して、もうめちゃめちゃこうハイスペックなあのやつを作ってやつで、ね、配送も交流して、もう1メートルレベルやりますよみたいなことをやってる。僕はやっぱこうミスマッチがこう非常にあるケースなので、こういったところは非常にあの要注意。まあ、クロスになってればいいと思うんですけども、こういうところはまあ問題になりやすいです。 ここにもいくつか挙げております。例えば、やばいシナリオを知りたいよねっていうようなこうニーズがあったときに、まあ、それやはりやばいシナリオなので、まあ、極端現象にまあフォーカスを当てるべきだなと思うんです。まあ、ただこれ、書きながら今私は、ね、思,思ったんですけども、やばいっていう表現がまあ非常にこう主観的ですよね。あのー、今、勝手にこうやばいっていうことは、つまりこうめっちゃ浸水して危ないよっていうふうに思っちゃってますけど、もしかしたらそうじゃないかもしれない。ちょっと雨が降って、ちょっと屋根が飛んで濡れただけでもしかしたらそのお客様にとってはすげえやばいかもしれない。 とすると,、えっと、極端現象じゃない場合をフォーカスしなければならないということをまたできると。まあ、ということで、す、ま、で、あ、にここに書いている時点で、ですねあの私の私なりすであのにバイアスがあって、勘、えー、違いが生まれてしまっているぐらいですね、まあこういう、こういうケースがあるということです。他にも年間コストが欲しいという場合であれば、ややこう高頻度なものも見なきゃいけないとか、複数拠点を比較をしたいという場合であれば、これ全部の拠点をすごい詳細でやると大変なので、まあ、ある程度グレーディング、ABCD みたいな形でやるので十分な場合もあります。 それからまあ今、気候変動といえばやはり TCFD 対応、民間の活用といえばここはあの外せないんですけれども、まあ、こういう場合においては、今回、洪水ターゲットにしてますが、そもそも洪水だけで十分なのか、実はそうじゃなくて、他のイコリスクであったり、他のあの物理的リスクが重要だったりする場合もよくあります。であとは最後に、もう我話みたいな話なんですけれども、真のニーズがそもそも分かってないと。 えと何がしたいのかよく分からない。で当然、我々も、我々というかこう、分析する方法も何がしたいのかよく分からないということで、双方、真のニーズがよく分かってない状態で、ざ、えーっと,と突っ込んでいって,、ま、行ってしまってですね、で仮にきょういろいろ出したようなことをやったところで,です、ね、えー、と何の価値にもならないということも実はよくあったりしますので、まあ、このあたり、実はその非常に技術的に、まあ、いろんなレベルが上がってきているものの、最終的に民間でどう使えたかというところをしっかりこうコミュニケーションを取らないと、まあ、全く無意味なものになってしまうというのも、ある意味、一つの,あの技術的な課題かなというふうに思っております。 総じ、まあ、て言えばです、ね、まあ、本当に知りたい情報と気候変動予測情報をどうつなげるかという話をここに書いたんですけれども、例えばまあ民間企業、民間でのまあ活用という文脈においては、最終的に欲しいのはやはり民あの事業へのインパクトだと思いますこれはいいますこれれは場場合もあれば悪い場合ももああば悪ると思います。 で、えー、今日話がいろいろあったような、まあ、じゃあ、こうがどうなるかとか、台風どうなるかとか、いった話というのは、まあ、ある意味、上流、一番上流なんですよね。でそこからこう最後に行くまでに、ものすごい長いステップがあると、でそれぞれ一個一個に、まあ、いろんな仮,定仮説が入った中でこう出来上がってるというところがありますので、できるだけ軽いに近い状態でもちろんやりたいんですけども、まあ、それは非常に難しい。 であれば、その仮説、過程において、不確実性というのは存在しますので、それがどういうもので、それを踏まえた上で、じゃあどうやって最後のインパクトを評価するか、比べるかみたいなことを常々考えなきゃいけないというのが大きな課題ですし、逆に言えばそういったところを今後の研究でこう、なんでしょう、ブラッシュアップしていくことで減らしていくことによって、最終的な評価というのをすごいしやすくなってくるっというのも想定されるかなというふうに思います。 はい。えー、少し、あの、書きえして恐縮だったんですけども、えー、今日、あの、今後の、ま、議論につながる、術的な課題の共有、共感ということで、まあ、3つテーマを挙げさせていただきました。でまず1つ目、グローバルスケールとローカルスケール問題ということで、まあ、気候変動の評価対象は、そもそも国内に限定されないという問題があります。で、ハザードマップがもうあるんだからね、それ使えばいいじゃないかというものに対して、もちろん使えるんですけども、まあ、今日挙げたように様々な課題があると。 最後、目的のミスマッチ問題ですけれども、これもやっぱり真のニーズに目的にマッチしたような分析、解析をしていく。これを続ける必要があるね、ということで、えー、まあ改めまして気候変動の影響、リスクの評価手法にはまあ正解がないということで、まあ、今後、これが徐々に正解ができて上がることを、えー、願って、今日の発表を終わりたいと思います。えー、少々書き始で恐縮でしたが、ご清聴ありがとうございました。 篠原さんはどうもありがとうございました。運営にご協力いただきありがとうございます。あの少し短めになったということではありますが、あのご講演ありがとうございました。本当に手を動かしている人ならではの,あの悩みというか、技術的な困難なところもあのお話しくださいました。どうもありがとうございます。 えっと、以上で、えっと、予定していたご講演6件が終了いたしました。あのレコーディングはです、ね、ここまでにさせていただきます。あのこの録画したものは後ほどあの公開する予定にしてございます。それからあの発表いただきました皆様にはあの差し支えのない範囲で資料を提供いただきまして、それも合わせてあの公表できればと考えておりますが、よろしいでしょうか。